日本母親大会は、日本の半角平和の女性運動を基盤とした、社会運動、教育問題の大会である。減水爆禁止、子供の生命を守るの訴えを原点としている。第58回大会会場、ドキメッセ母親を、母性を持つすべての女性を対象にした呼び名と位置づけ、生命を生み出す母親は生命を育て生命を守る、ことを望みますのスローガンを掲げ、 女性団体、社会運動団体、労働組合、教育問題を取り扱う、市民団体などで構成される、実行委員会の主催、開催地教育委員会や、マスメディアなどの講演により毎年開催される。開催権は持ち回りとなっており、第58回は新潟、第57回は広島、第56回は福島である。関連行事として、 都道府県や市町村単位の大会も存在する。大会の出席資格はなく、男性でも、未婚でも、児童でも誰でも参加でき、講師も、男女を問わず招聘している。第1回から第7回まで東京で開催されたが、第8回に大阪で、東京以外で、初めての地方大会が行われた。大会では、第1回から第6回までは3日間であったが、 第7回から現在まで2日間で行い1日目は全大会で2日目は分科会となっている。記念講演、教育問題、社会問題などの講座、シンポジウムなどを行っている。参加団体には47都道府県の実行委員会50の中央団体が参加している。1954年に ビキニ干渉でアメリカ合衆国による水爆実験の事件で世界に衝撃が起こった。同年に女性運動家平塚来長ら原水爆禁止の訴えがきっかけとなり原始戦争の危機から子供の生命を守る母親の大会をとして1955年6月に日本母親大会が誕生した。同じ年の7月に世界68カ国が参加して 世界母親大会をスイスで開催した。ありがとうございます。